93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザラディオショー、招待所犬井君子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時を回りました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。はい、花輪信之です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。はい、ナイツラジオショー本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。始まりました。ね、悔しいです。何、悔しいです、ね、本当に悔しい。ザブング今まで、ね、そうですね。何悔しいって。いやもうちょっと今までこのラジオショーで、うん、あのずっとこう、まあ、1頭しか選ばずにやってきたんですよ。はい、そこを崩さずにね。はい、食べ物のなんか話ですか。食べ物じゃないです。食べ物1頭食い、1頭食い一頭食いはしないんです。焼肉屋さんとかで1頭食えなかったから、1頭買いは聞きますけど、1頭食いはないです。残しちゃったから悔しい。残しちゃったからすごい。あ、いい肉の日で。あ、今日いい肉の日か。そうなの。11月29日。ね、いい肉の日だから。違う。いい肉の日だって。いい肉の日だからって一頭食わねえんだよ。別に。でも中華料理食べる時の服装してるじゃないですか。いや、まずちょっと早朝今日お出かけあるんですけど。本当だ。あ、お出かけみたいな感じ。お出かけあるんですけど。ね、うん、可愛らしい。なんか2万円のサンドイッチを食いに行くっていうなんか。よく分かんない。お出かけ。何そのお出かけも。全部気になる。それもほっとけないけど。全部気になる。自分も分かってないです。それもほっとけないけど。一緒に食べに行くのが、抹茶、なんでしたっけ、抹茶さんです。抹茶さんと一緒に行くから。はい、なんかよく、はい。ジャパンカップでしょ。え、ジャパンカップ。何ですか、それは。違うのかよ。一頭買ってたっていうの。いや、もうだから。イクイノックス。そのイクイノックスをずっと押してたのに。そうだよね。抹茶はイクイノックスだけでいいんじゃないかと。って言ってたのに。多分ダービー2着とか、まだ G1 勝ってない頃から、なっちゃんはイクイノックスって言ってたんですよ。ね。うん。それがもう今や世界一の馬になりましたから。ね、すごいですよね。そこで臨んだこのジャパンカップ。まあ 1.3 倍単勝。はい。その単勝を買うか、イクイノックスからこうちょっと生まれるのを買うかと。まあ、迷ってましたけど。もう、結果ですね。イクイノックスドーデュース、イクイノックスタイトルホルダー、リバティアイランドドーデュース、リバティアイランドタイトルホルダー、ドーデュースタイトルホルダーで買ったんですよ。5種類。5種類買ったね、先週ね。はい、まあ、イクイノックスと2番人気リバティアイランドの生まれんは買ってないということで。くそそういう買ってなかったんだね。何なんでした。何なんだ。なんだよ。もうだったらイクイノックス一頭でちゃんと今まで通りの自分でやればよかったのにさ。そうなんだけどね。みんなそういう風に言うの。しょうがないんで。まあ、俺もちょっと割と穴の方に、あの、ちょっと誘導したのもあるからね。ちょっとあんまりにもやっぱりオッズがつかないから。そうでしょ。うん、それ土屋さんのせいじゃない？だから。いや、自分は、今までの自分だったらイクイノックスだったから。いや、まあそうだね。それもちょっとでもつけばいいんだから。そしたらみんなにあげられたら。目を合わせてくれ、とりあえず。荒れてるな。ちょっとフォローしたつもりだったんだけど、もうちょっとクーラーにしてください、もう。クーラーもうやだ。本当に。めちゃくちゃ怒ってんの。罰ゲームで悔しい。怒ったらこっちが寒く、部屋が寒くさせられる。嫌です。別に今日寒くない。悔しいんだけど。しょうがない。いや、でもいいレースだったから。見るレースだ、あれは。ね。見れてよかったな、見られてよかったなっていうレースです。このリスナーに還元できなかったことが悔しい。悔しかったです。まあそれはもちろんね。それが悔しかった。もうそしたら、当たってたっていう体で、うん、まあ自腹でなんかリスナーに還元するっていうのは。1万3000ってこと、うん、どうですか ?1.3 だから、うん、意味わかんない。ドーデュースみたいな言い方。先週このなんか買ったのこと意味ないでしょ、それ別に。なんですか、もう。悔しい。ごめんなさいと思って。しょうがないよ。絶対当てなかった。本当に何見る目があるんだね。昔からずっとイクイノックスって言ってたの？そういうのってあんの？その芸人とかでも、この子は来るな、みたいな。別に。すごいね、なっちゃん。そうですね。イクイノックスはなんで、あれだったの？名前がかっこいいから。あ、かっこいい。名前か。イクイノックス。かっこよくないですか？イクイノックス。いや、かっこいいと思う。虹の黄昏みたいな感じで。あ、そうです、そうです。そういう感じです。かっこよくないですか？イクイノックス、虹の黄昏ですか？虹の黄昏みたいな感じでしょ？かっこよさ。ここまで完成されてきますか？虹の黄昏。ここから。この成長力見せる？あります、あります。世界一よ、今や。ね。今の速さと人間のスピード同じじゃないから。成長の曲線が違うから。スピードは違うからね。そうなんだ。馬の方が速いですもんね。馬の方が速いから。ここからイクイノックスになると。イクイノックス、いる？他に、そういう地下芸人で。地下芸人？イクイノックスになりそうな。ええー、イクイノックス、ね、今から買っとけっていうね、要は。ええー。それは雪男さん見る目がないから。
そうなんですか。そう、ゆきおとさんみたいに、うん、あの、なんだ、売れてない芸人さん、可愛がっちゃうとダメじゃん。もうこの後来るっていう人じゃない。ダメじゃないけどね、芸人。芸人可愛がることダメじゃないけど、別に。流山で変なライブやってるから。流山で変なライブやってるから、ゆきおとさん、うん。めちゃくちゃ売れない芸人可愛がってんじゃん、花さん。ああ、そうだ。ね。いや、それ可愛がってないもん。いじってるから。いや、それを可愛がってるって言うんじゃないの。可愛がってるですよ、ね。巣鴨智之、うん、イクイノックスになんない？イクイノックスにならないでしょ。巣鴨智之。なるかもしれないじゃないですか、でも。わかんないですよね。うん、なるかもしれない。わかるだろ。それだけはわかるだろ。なんか。なんかわかんない。今日から粗品とかを可愛がろうかな。すでに売れた遅いけどね。遅いか。遅いか。遅いですね。粗品とか。霜降りじゃないですね。ね、うん。粗品なんですね。そうそう。R1 優勝してるからね。競馬やってるからね。三冠みたいな感じでしょ、だって。全部。そうだ。うん、優勝してるから。すごいっすよね。いないの、サンミュージックで。サンミュージックで可愛がってる子ですか、うん、あんま仲いい子。あ、でも小林アナとか仲いいですね。うん、小林アナ、はい、うん、小林アナです。小林アナピンの、はい、分かるけどね。分かります。分かりますよ、小林アナ、はい、うん、そうですね。あんまり事務所関係ないもんね、なっちゃんはね。そうですね、吉本の子が多いですね、自分遊ぶのが。あとはまあでもトム・ブラウンの布川くんとかよく遊びますね。うん、あとヤダンのロングさんとか、うん、だから今若い子か。でもそうだよな、誰だろう。でもファイヤーヒップス昨日喋ってたけど、はい、山本まさみさんとか、うん、ハマカーンとか、はい、チャンピオン結構出してんだよね、あのファイヤーヒップスから、うん、いや、それってすごいよね。そうね、もともとだってそんなにね、昔から可愛がってたわけじゃん、アズマックだから。アズマックスやっぱすごい。そうだね、だよね。そういうそうですね、そうそうそう、売れていくっていう感じですかね。売れていくっていう、そうそう。でも、うん、そっか。でも土屋さんは後輩と遊んだりするんですか、うん、可愛がったりするんですか、うん、まあそんなにいないけどね、うん、なんかいる、たまにいる。誰ですか。そのなんか、うん、サウナ部の、漫才協会サウナ部の子たちとか、堀江くんの相方とか。堀江くんの名前言ってあげなよ。宮崎くん、なんか、なんで名前言わないの。ちょっとずつ小出しするの、うん、何なんですか、うん、いきなり宮崎くんって言っても、このラジオリスナーの方は、うん、ま、割と堀江くんの方が名前出てくるから、うん、別に忘れたわけじゃないですよ。堀江の相方の宮崎って言えばいいじゃないですか。なんか言いづらいのかなって。なんでそんな怖くなるの。その別に普通に可愛がってる後輩を言えばいいじゃん。怖くなってんのは花田さんの方だから。なんで名前言わないのみたいな感じの顔するじゃん。なんで言わないのみたいにさ、うん、誰と遊んでんのって話、後輩芸人と、うんうん、なんそんなに、うん、そういう話するんでしょ、ラジオでね。普通にしょっちゅう、うん、しょっちゅう後輩と遊んでるっていうのはあんまないかな。あんまないんだ。サウナ部は誰がいるの、うん、サウナ部はあと、うん、あの、スーパーサンスケ。ああ。スーパーサンスケ。とか、はい、あとは、あれだな、二世代ターボの、あの子。もう、もう愛がないわ、本当に。本当に、ダメだと思うよ。そうそうそう。そうか、うん。誰、二世代ターボ。栗本でしょ、栗本くん。そうそうそう。栗本。ないよ。俺もよくやるけどね、ま、YouTube に漫才協会の若手呼んで、うん、名前出てもらうときに、じゃあ自己紹介ます、どうぞって、それで言わせる。忘れた時はね。名前ってね、やっぱりいろんな人会いますもんね。うん、その点あれだよね、クリスタルジムの子たちは名前覚えやすくていいよね。うん、覚えやすいです。肉限界ミートマックスとか、青木マッチョとかさ、うん。名前いっぱい出してあげてるからね、これ。そうだね。ジムの人は。そうだね。満強の若手もいっぱい出してあげないと。出してるね。かわいそうだよ、それ。コンビ名をね、まずあげないと。コンビ名あげればいい。トリオネピンとかね。ね。うん。西大ターボの栗本ね。西大ターボの栗本。マッサージがうまいんだよね、彼。ああ、そうなんだ。そう。だから、マッサージ部っていうのなんだよ、漫才協会。うん、いろいろやってんの、ね、やってんの、うん、マッサージ部なんか、あの、うん、一番独房みたいな部屋があるんですけど、東洋館の奥に、うん、そこでなんか栗本がたまにいつでもどうぞってなんかマッサージやってるよ、いろんな。そう、うん、すごい。そういう話はしないですか、土屋さんは。うん、知らなかった。サウナ入っ、整うの、まあ、基本サウナはだって整うし、ね、会話禁止だから。ただ入ってるサウナはもう、そう、あの、会話禁止だから。だからもう、黙って入るだけだから。そ, ううルルね、うん、その後でも出た後とかは、もう気持ちよすぎて、もう話したくもない。もう、誰でもいいじゃん。話したくもない、別に。そのだからサウナ行ってる割には、なんかラジオでエピソードねえなって思ってた。そう気持ちいいしかないんだもんね。そうだよね。うん、整った、みたいな、うんうん。で、他に行ってる人の話とかも聞きたいなと思ってたんですけど、うん、全然言ってくんないから、なんか、濁すから。
何か良くないことしてんのかなって思っちゃったんです。いやもうそう、サウナってそうなんだよね。へえ、その後ご飯とか行かないですか。あ、行ったりはする。でもなんか昨日始まる前になんかケイちゃんにここって大丈夫かなって見せてた、なんかサウナが女の人が水着なんかで、なんか接客してくれるみたいな、なんかサウナも行こうとしてましたよね。言うなよそういうの。なんか別に変なとこじゃないでしょ。いや、もう だからか。いや、まだ行ってないから分かんないけど、うん、そう、すごい。いろんなサウナに行ってるから、うん、土屋さんも、うん、もう2年ぐらい、うん、だからもう多分いろんなパターンがあって、そう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 、で俺の中では、あ、2年の壮大の計画をやっと叶える時が来たなって。マジかよ。2年の、まあ、2年の千日計画でここに行くためにもうちょっとで、もうちょっとで無事に行けるところだったのに、カモフラージュでこれで行けなくなっちゃうかもしれないよ。これがもう耳に入ったら終わりだな、うん、台無しだ。計画が台無し。別に俺見たけどおしゃれなサウナだったよ。いや、そうよ、全然普通っす、うんうん、でもと思う。で、分かんないから行ってみないとね。行ってみないと。行ってみないと分かんない。怖い。まあ、ね、怖いよって言ってたけど、まあ、怖いよって言ってた。内心はね。怖いよって言ってた。だから、そういう感じで言ってなかった。ただ、うん、その内心は、怖さ1、楽しみ9ですよ、それは。はい。それは言わなきゃいいんだよ。それ、楽しみ。楽しみ、え、楽しみって、その水着のお姉ちゃんがいるからってことですか。お姉ちゃんってそういう言い方も良くないですよ。熱波師です、熱波師。熱波師、うん、お姉さんがこう、そうそうそう、ロウリュやってくれるってことですか。ただ、なんかすごい、いいなと思うけど、うん、でも意外となんか予約が空いてたから、へ、大丈夫かなって。それはちょっと怖いな、うん、確かに。大丈夫かなって、何が大丈夫、ん、何が大丈夫。いや、なんかもっと人気になってもいいのになって思いながら、なんでこんな空いてんのかなっていう。だから、うん、本当のサウナ好きはそういうとこ行かないのかもしれないよね、うん、なんか邪道みたいな感じに。なんで邪道じゃないでしょ。だってちゃんと熱波してくれるんだから。別にだってそんなんかスパダカでだってやるのってやっぱおかしいじゃん、なんかという。スパダカじゃない。スパダカじゃないんだ。スパダカじゃない。ただその熱波師が女性っていう。ああ、うん。予約ね、行ってみて話してほしいけどね、こう体験してもらって。確かに。どういうとこだったのか。話せたらね、それは。おいおいね、おいおい。うん。いつ行くかとは言わないですね。確かに、確かに。自分もついてきます？じゃあ。あ、いや、もうね、基本、混浴はないのよ。うーん。だって、なんで水着のお姉さんが熱波してくれるの。いや、それだって、じゃあ自分が熱波師になればいいってこと、そこで。いや、それはできるんだったらね。そう、なっちゃんが熱波できるんだったらそれはいいかもしれないけど、うん、そしたら入れるってこと。お客さんとしては女性はダメってことなんですか。うん、へえ、そういうもんなんだ、サウナって。サウナはそう、基本的には混浴はないですよ、うん、へえ。なんかでもスタッフも昨日ね、そういう話したら全然関係なくて、こういうのはどうですかって、小悪魔みたいな変なギャルがやってるシーシャバーを勧めてたけど、それは関係、さすがにそれは関係ないし。サウナ関係ない。サウナ関係ないし、別に。俺たちそんな別に、そんな行きたくないし。え？サキュバスシーシャバー。サキュバスシーシャバー。これはどうですかって、うん、それサウナ関係ないし。何サキュバスシーシャバーって。何サキュバス？変な小悪魔みたいな。コンセプトカフェっていうの？ああ。そういうの流行ってるらしいですよ。コンカフェっていうらしいね。コンカフェっていうのかな。うんうんうん、流行ってんだって、うん、そういうの面白そうですね。面白そうだよ。いろいろ行ってみないと分かんないからね、うん、確かに。行ってみた方がいい。人生経験ですよ、やっぱりこういうのは。そうや、体験だね、体験、うん、行ってみた方がいいよ、もう、うん、じゃあ今から。そうね、まあ怖いけど。怖いけど、怖いけど、怖いけど、うん、何怖いの。怖い、何が怖いこそれこ怖さって何なの、うん、そう、何に。土屋さんの怖さは何、うん、何も何も何な、うん、つまらない、楽しくなかった怖さっていうこと。うん、うん、いや、なんかその、うん、でなんか良すぎて、うん、なんかそこしか行かなくなっちゃうってことだろ。うん、なんかわかんないけど、あとなんかすごい多額請求とか来るとかね。あなんかそういうところとかについつい、そのサウナが好きすぎて引っかかっちゃうとか、そういうこともあんのかなとかね。かかうん、でもマジでいろんな、わかんないわかんない、それは。サウナとか行ってさ、やっぱり気持ち良さが一番良くてさ、うん、しかもそんななって。ね、可愛い女の子がいたら、もうそっちばっかり行くようになっちゃいそうだよね。うん、同じクオリティとかだったら。そんな、うん、なんでこんな空いてんのかなって思ったんだよね。うん、すごい、なんかもっと予約でいっぱいなんじゃないかなって思った。高いんだよ、ちょっと高い。いや、そんな値段は。あ、そうなんだ。うん、だから行ってみて、だから、調査ちょっと怖い人とか出てきて、うんはい、なんかこう、やられるのもあるのかもしれないんだ。それを言ってんだから。怖いって。怖いそんな、どうなんだろうね。ちょっと、うん、仕事として行ってきてください。うんうんうん、
ありがとう、うん。うん。そうやって言ってくれると行きやすい。うん。そうやって言ってくれるとって言っちゃうと、うん。言っちゃうとよくわかんない。そうやって言ってくれると非常にありがたい。うん。うん、いや、言わないの仕事としてね。そう。うん、仕事として、うん、ちょっと調査してほしいですよね。うん。ラジオで聞きたいから。ラジオで聞きたいから。うん。うん。うん。っていうとこまでね。はい。どうだったのかって具体的にね。はい。聞いてみたい。知りたいですもん。そういうね、いろんなサウナのこと。いやー、でもね、イクイノックス。どうすんのかね、今後。もういいよ。もう無理よ。今後別にいいよ。イクイノックスの今後だよね。うん、もうこれから。お前がイクイノックスだろ、本当に。お前がサウナで行く、イクイノックスだろ。どこで何を言ってんすか言っちゃうんだろ、何を。何を言ってるんですか、うん、いや、本当ね。でもね、僕、その、はい、当たったじゃないですか。うんうん、3連単、うん。昨日ね、うん、まあ、来週火曜日にまたケイちゃんと話すけど、ノ、う、ア、ん、ちゃんと、統括会のね、うん、食事会やって、うん、ちょっと、ケイちゃんとこのラジオショー終わって、そのまま、柏に行ったので、昨日。うん、18時半から、その食事会だったんだけど、17時に着いちゃったんですよ。でも1時間半ちょっと空いちゃったから、それ近くにパチンコ屋さんがあったんですね。で、なんか、ケイちゃんと一緒にパチンコでもやって時間潰すかって言ったのよ。ほんと、柏にある。うん、そしたらさ、俺も大当たりしたんだけど、ケイちゃんも大当たりしてた。そう。すごかったもん。だから全然止まんなくて。ギャンブル運がついてん、最近。そう。ね、ケイちゃんの方がもう、むっちゃ当たって、それで、もう18時過ぎになってももう止まんないから。あら。そうそう、当たりすぎちゃって。終わらなくて。そう、だからもう途中で、これもうやばいよね、つって、うん。もうなんか何人か来ちゃったから。はあ、うん。やっぱり主催だし、はあ、もうちょっと戻ろう、つって、はあ、戻ったからもっと当たってたかもしれない。え、うん、当たり中に終わらせた。やめちゃったって。やめちゃったんですか。多分まだ、やり続けたら絶対出る感じだったけど、うん、もうそれはもう、しょうがないよね。しょうがないね。つって。まあだから、面白かったね。意外とそういうなんか時間つぶしの何、うん、行った時に当たるっていうよね。何なんだろうね。うん、だから1時間じゃ足りないよね。うん、結構全然足りないと思った。もう1時間すぐ過ぎちゃったから。へ、2人とも本当なんか初心者で、うんうん、どうやってこれ、どうやんだっけみたいなとこから始まる。ケイちゃんもやったことないんだ。ケイちゃんもないんだよ。なんか仕事で何回かやったことあるけど、ちゃんとやったことなくて、どっから お金入れるんでしたっけみたいな。うん、それで当たって。当たって。すごい。それで今あれなんだね。台、たまんないんだね。パチンコの玉が。あ、何あれか。カゴに玉がいっぱい積むとかじゃない。デジタルになってるんでしたっけ、ね、どういうことだから、なんか、玉が下にバーっと降りて、今まで台がいっぱいになって、店員さんが来てやってくれたじゃん。あれがもう、そのまま下に一回降りるんだけど、また台に戻って、吸い込まれて、それでそのデジタルで今、玉がバーって増えてくる。いくら増えたとかっていうのは、そうそう。数字で出るだけ。だから初め、当たってんのか、当たってないか、あんまよくわかんなくて、でも横のこれ増えてるから、これが増えてるってことなのかなとか、もうだんだんわかってきて、で、カードを入れて、そこのカードに上書きして、そのカードをこうやって持っていくんだっていうのがなんとなくはわかったんだけど、ちょっと初めわかんなかったな。だからなんか取ろうとしちゃって、全然固定されてるから、ぶっ壊れそうだよ。これ違うんだみたいな。うん、もうそういうもんじゃないんだみたいなさ。へぇー。そうそうそう。あ、そうなんだ。うん、じゃあ、スロットもそうって言いますもんね。なんかデジタル？あれ？あ、スマスロ？スマートスロットっていうのかな。変わってきましたね。ちょっとだから最近。ケイちゃんは仕事で打ったっていうのはもう完全にあれだろう。でも山添案件だろうね。山添案件だと思う。だから、詳しいのかなって俺初め思ったんだよね。多分全然やっぱ、分かってなかった。でも、お客さんが誰もいなくて、時間帯にもいるんだけど、本当、二人で何やってんだろう。店員さん呼んで、これ、どこからお金入れるんですか、君。何やってんですか、この人、みたいな感じで。いいね、うん、ちょうどいい時間潰し、ね。ちょうどよかった。ね、面白かったな。それで昨日ね、統括会、統括会やって、そうそう、うん。脳みそとかさ、あ、来てさ、うん、はい、メールね、来てますよ。はい、うん、ラジオネーム宮戸川さんね、はい、花さん、ついに統括会の指導おめでとうございます、うん、素敵なレストランでの集合写真にこれまで何もやらないのにジョニオさんの LINE ばかり散々聞かされてきたリスナーとして大興奮しました、うんうん、感想を聞かせください。そうね、まあ、ちょっと来週ノラちゃんとね、うん、の時に、ケイちゃんと言ったから そこでまた話しますよ。そしたらいうことですね、はい、うん、他にどなたがいらっしゃったんですか。ね、まあ、男性だと富所と、うん、岩井ジョニオさんと脳みそと、うん、まあ、俺、うん。で、女性だとね、
ノラちゃんとケイちゃんとあと地元で歌手やってるミレイさんっていう女性と、うん、あと大坪さんっていうフリーアナウンサーの、大坪さんがいて、うん、あと僕の本当家の目の前に実家に住んでた山田めゆみさんっていう幼馴染の人がいるんですけど、うん、そのめゆみちゃんも来てくれて地元だからっていうので、でそのめゆみちゃんがすごくて、あのアットコスメっていうね女性の化粧品の会社を立ち上げた社長なんですけど、もう今なんかすごい人になってて、うん、あのセブンイレブンというかセブン&ホールディングスの取締役っていうの社外取締役がやってて、いろんなもうすごい人になっちゃってるの、うん、女性でね、うん、でその話したらみんなえーみたいな、すごいっすねみたいになって、うん、さ脳みそだけなんかちょっといいですかみたいな、うん、ツナマヨのおにぎりがちょっと最近高くなったんですけどすごい生活感、ね、はい、僕ツナマヨのおにぎり好きでちょっとはい、これがすごい高いなと思って、ちょっと真面目だからめぐみさま、うん、ちゃんと伝えます、はい、そうですよね、いやユーザーの声だツナマヨのね、おにぎり確かにそれ少し、ね、今物価が上がってて、つった、ね、はい、他ありますかさ、いや僕他はないですそれだけ伝えられたら満足それだけ、うん、伝えられたら満足だったみたいな、あ、よかったですね、すごい人がいるんですね、そう、面白かったね、馴染みでジョニオさんと、だから、脳みそは、まあ何回も言ってんだけど、白石なんですよ、出身が、うんうん。で、統括地域に実は入ってないってことが分かったの。うん、で、本人たちもそれ気にしてて、うん、まあだから、その自己紹介の時に、松戸出身なんとかですとか言うんだけど、その時に白石だから、なんか、ジョニオさんは、鎌ヶ谷の学校に通ってたんだって、うん、中学か高校が。だから僕は鎌ヶ谷の学校に通ってましたんで、統括会です、みたいなことを言って、脳みそはお前関係ないもんな、みたいな。脳みそだけみんなでいじるみたいな感じだったんだけど、うん、後々聞いた脳みそも生まれたのは、まあ松戸の病院で生まれたんで、まあじゃあいいか、みたいな感じで、なんかなってたけどね。ねえ。そうそうそう。うん。まあそっか、いろいろ地域が、うん、ね、ちょっと外れたりすると区画はちょっとわからないよ ね、うん、あるんですね、あるある地域あるよ、うん、面白かったね、でもね、実はまた月火にもまたね、そうだね、話聞けると、うん、話したいです ね、 ね、はいはい、まあ、単独ライブ、あ、独演会、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、すごい、あの、うん、花さんの女装が、はい、あ、見た、あの、うん、女装、トム・ブラウンのみちおちゃんにすごいそっくりでした、あ、道夫の女装の時、はい、道夫女装する、道夫女装する、たまにしますね、なんかよく壁とかで、有吉の壁とかで、似てた、似てました二階席から、おー、あ、道夫ちゃんにめっちゃ似てるなって思いながら見てました誰かに似てるなと思った、誰かに似てるなって見てました、うん、でも何女装した時だけ道夫になるの俺全然わかんないです。ちょっと似てたんですよ、ね。独演会の感想、はい、そこなんだ、まず。はい。花さんの女装が道夫に似てるっていうところなんだ、まず。と、あと土屋さんの富澤さんがめちゃくちゃ似てた、うん。ああ、富澤さんの真似ね。そうだよね。あれ本編ではないとこだもんね。うん。うん、ああ、そうそうそう。お楽しみのところ。楽しみ。あれをね、入れればよかったね。ちょっと途中で気づいたんだよね。富澤さん行ってきるなっていう、ね。独演会ね、そう、最後、モノマネコーナーいろいろやるんだけど。もう俺のレパートリーあんまりなくて、モノマネのレパートリー、結構苦戦してたんだけど、いや、めっちゃ似てましたよ、富澤さんが結局似てた、あれでも本当にさ細かすぎてのやつとかで受かりそうな感じだよね、短さもなんかちょうどいい、はい、ちょうどいいです、いいよね、富澤さん、なんとかの時の富澤さんとかあるんですか、いや、富澤さんは意外とツッコミの方が多い、富澤さん、うん、あ、っていうことで、そんなんじゃねえよってね、すごい似てる、めちゃくちゃ似てる、似てる、うまいよね、うまいです、うん、めちゃくちゃ似てる、うん、全然見えないけど、おおってなっちゃうやつ、うんうん、すごかったです、すごかった、田中邦衛さんもできんじゃん、ああ、そういうことだった、うん、え、そんなんじゃねえよっていやいや、邦衛さんの、邦衛さんが突っ込むってこと、うん、そんなんじゃねえよ、うん、富澤さん、邦衛さんに聞こえた今の、いや、聞こえる聞こえる、あ、そう、うん、そんなんじゃねえよ、花さんの方似てんじゃない、国枝さん、まだまだ伊達が食べてる途中だろいけんじゃん、まだ伊達がカステラ食べてる、カステラ潰して食べてる途中でしょあれいけんじゃん、どんなシーンに、どんなシーンなんですか、泣けねえだろそのシーン、富澤さんの真似やってる人っているよね、あ、そう、あれいない、ガリメンズってやってない、あの上田さんやる、あれ上田さんか、うん、上田さん
もいけそうだけどね。なんで上田さんなんかこんな感じじゃない、なんかあクリームシチューの、うん、上田さんそんな風に突っ込む、え上田さん、上田さんと富澤さんはやってたの、ガリメンズの人なんかやってそうじゃない、やってないっけ、矢野くんですか、うん、なんかあそういう感じの声じゃない、うん、声が似てる、あ似てるのかな、うん、やってみます、上田さん、はい、上田さん本格的にモノマネをやっぱやってきてないから、うん、できるっちゃできるんだよね、うん、すぐにやっぱそう出てこない、ピー、あの、なの、ピーちゃんとか言うよね、うん、あのなんだっけ太田上田でね、うん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 、例えツッコミ、それがもうなんか出てこない、ね、うん、確かに何を例えたらいい、ツッコミのフレーズが何を例えたらいい、出てこないもんね、ね、うん、例えツッコミのフレーズを、いや、あの上田さんできないですよ富澤さんだけしかできないですよ、はい、全然関係ないですよ、ガリベンズでなんで上田さんになってんのかちょっと分かんないし、そんなんじゃねえよ、うん、あ、そうだ、あとお見送り芸人新一から、うん、今日朝 LINE が来て、うん、なんか週刊誌とかそういうのの対策のために、うん、LINE の名前を違う名前に変えたんで、あの気にしないでくださいっていうのをしてたんで、はい、一応それだけはラジオで伝えとこうかなと思います、はい、関係ねえだろ、あ、いいいいね、お、すごい、いやいやいや似てる、うん、関係なくない今の、本当に今関係ない、何今何にも関係ない、うん、急にちゃんと伝えない、ただのリークどういう話急に、うん、一応そういうこともあったっ、うん、なんかやるなんかそれでやるのかなっていう、今後なんかするのかもしれないね、本当にね、なんかやるから今のうちに対策としてってこと、しんいちくん大丈夫、うん、心配だよこれからだから、うん、なんかあった時のために、うん、LINE が流出した時のために、うん、なんかしんいちっていう あれじゃないですか、うん、その最近 LINE の顧客情報が流出したってニュースがあったじゃないですか、昨日おとといか、それでじゃないですか、怖くなったんじゃないですか、なんか、なんか分かんないですけど、それで怖くなっちゃったのかな、怖くなっちゃった、でもさ、LINE って別に自分が登録しているやつだもんね、だからもともと自分がお見送り芸人しんいちっていう名前でやってたのを、うん、なんか違う名前に変えたってだけでしょ、そうそうそう、でも相手が別にそれで登録してたら、うん、分かりやすいようにしんいちくんって、うん、登録してたら意味ないよね、そう、俺もそう思ったのよ、うん、なんか意味あんのかなって思っちゃったの、うん、どうしたんだろうね、だから多分なんかよくわからないんだけど、週刊誌対策に名前を、まあ何もしてないんだけど、変えようかな、変えたので、あの、だから急に違う名前になっちゃうけど、気にしないでくださいって俺に来たんだけど、俺はお見送り芸人新一で登録してるから、別に何も変わってないから、よく意味わかんないなってちょっと思っちゃったんだけど。向こう側、うん、だから新一くん自体のスマホの中の名前が、うん、じゃあお見送り芸人新一じゃない名前にしたっていうだけであってってことですよね。うんうん、そう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 、うん。週刊誌は別に本人のスマホを見るわけじゃないから、うん、相手が変えてたら、そうだね、うん、その相手のスクショなりなんなりを取られちゃったら、そうなのよ。終わりですもんね。うん、何すんの？何するかちょっとわからないんですけど、うん、なんかでもなんかアイコンの写真が思いっきりあの R1 のトロフィー持ってる写真だから、あんまりなんか意味ないね、うん、そこ変えようよまず、うん、あんまり意味ないと思うんですよ、うん、このアイコンの写真は全然意味ない、なんかなんかまんまじゃん、まんまだから、うん、なんかいや、こいつ意味あるのかなってなんでそういうことじゃないんじゃない、多分事故じゃないのかな、そういうことじゃないんじゃない、しんいちくんが言いたいのはちょっとわかんないけど、うん、うん、あまりにもだって意味なさすぎるじゃん、それ意味ないよね、うん、うん、何をしたいのかな、あ、来なかった、あ、知らない、来てない来てない、なんだこれと思ってさ、うん、うち、ん、ラジオで喋らないとなって、うん、確認したかったんですけどね、いや、 LINE 来ちゃいますよ、またおそらくね、はい、うん、また変えましたって言って、また何なのかよくわかんないけどね、はい、それではそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! ここで交通に関する情報です。高波のため欠航となっていた東京湾フェリーは先ほど両方向とも運航を再開しました。
東京湾フェリーは運航を再開しました。ご注意ください。さあ改めましてこんにちは、ナイツの土屋信之です。はい、花信之です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。さあ2時台のゲストショー、今日は3時のヒロインが来てくれます。うん、はい、福田さんがドラマの主演に抜擢、うん、でまたゆめっちも帰ってきてね、3人が復活したという、はい、3時のヒロインの皆さんです。メールテーマも発表しましょう。今日募集するメールテーマはこちら、私のヒロイン。はい、3時のヒロインがゲストということで、今日はこちらのテーマで募集します。うん、好きなアニメやドラマのヒロインから恋人、家族、友人のヒロインなど、あなたにとってのヒロインの話を教えてください。例えば子供がアニメのスパイファミリーが好きで私もハマってしまいました。私と子供にとってのヒロインはアーニャです、はい、ワクワクとかね。私にとってのヒロインは実家で飼っている猫です。マイペースで名前を呼んでも見向きもされない高根の花のヒロインです。はい、メールが来てます。波乗りトマトさん、私にとってのヒロインは極戦の仲間ゆきえさんです。役中でツインテールにメガネ姿がメインだったのですが、決闘のシーンになるとメガネを取り髪を下ろしている姿が妙にかっこよくもあり、うん、色っぽくて子供ながらにドキッとした思い出があります。うん、というね。そうか、仲間ゆきえさんね、かっこいいよね。そうだね、確かにヒロインね。はい、という感じですね。その他ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想などをお待ちしています。宛先になっちゃお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com。 RS はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、 X はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。カードローンの過払い金は中央事務所。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのカードから現金がいくら戻るか無料でご確認を。 0120-10-10-10-10-10-10 お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。研究者の私が新しい素材を開発すると、メーカーの私がその素材から商品を考えて、その商品をデザインする僕がいて、私が工場で生産して EC サイトに私が載せて、僕が梱包して私が発送して、最後にお客様に商品をお届けするのが Amazon です。たくさんの人の思いがリレーとなって商品はできています。配送ドライバーは大事なリレーのアンカーだから。 Amazon フレックスは配達した個数に関係なく安定した報酬をお支払いします。委託ドライバー募集中、詳しくはアマゾンフレックスで検索。東業協会では真中満さんを講師に迎え、1月24日水曜日午後2時から特別講演会を東京八重洲で開催します。テーマは前進するマネジメント。こちらへ抽選で100名様をご招待。司会は私、日本放送アナウンサー煙山光則が務めます。ご応募はハガキに住所、氏名、年齢、電話番号、参加希望人数をお書きの上、郵便番号 100-8439 日本放送食育知識教養セミナー係まで。12月8日金曜日消印有効です。日本放送ホームページからもご応募できます。過払い金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。まずは 0120-10-10-10-10-10 へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。
最近は楽屋でもあそこが痛いここが悪いとか健康に関する話題ばかりですね。俺たちもそういう年になったということだよ。ところでお前なんかしてんの？タバコハームリダクション。卵ハムアトラクション？違う。ハームリダクションっていうのは健康リスクがある可能性のあるものに関して使用を止めるのではなく、使用による身体的社会的な悪影響を低減していくことを目的とした考え方。タバコの場合はタバコハームリダクション。なるほど。俺も取り入れてみようかな。お前はどうする？俺はとりあえず相方を変えてみようかと。ブリティッシュアメリカンタバコジャパン。明日お昼11時半からは清水美智子とナイツのビバリーヒルズ。ただいまなぜなぜリクエストを募集中。藤田に転んだけど今年 TikTok のトレンド大賞で話題になったフレーズだよね。あのね、同じ言葉を2回繰り返さない。はいはい、はい、もう1回。はい、メールがね来てます、うん、そうそうさん、はい、土屋さん、うん、サウナってサウナで整って気持ちいいだけなんですから、うん、水着のお姉さん熱波師がロウリュしてくれるのは二の次なはずなんで、そんな焦らないでください、うんうん、注意ですね、うん、注意注意のお便りですね、うん、注意、はい、うん、でも俺も初めてサウナに行きたいと思ってるけどね、そうなるとね、そうなると行きたいっていう人もいるだろうけどね、そういう意味ではそうサウナの裾野を広げる素晴らしい活動ですよね。素晴らしい活動だと思いますけどね。ニヤニヤしてるんですよ、そういうの迷ってますけどね。首見に行くからサウナ、そうだね、面白かったですよ。あ、面白かった？めっちゃ面白かったですね。はあ、見に行ったの？見に行きました。もう見に行った。あ、そう。あのね、アマレス兄弟、うん、売れるかもしれない。めっちゃ出てた、やっぱり。めちゃくちゃ出てた。めちゃくちゃ出てたし、すごい良かったですよ、うんうん。アマレス兄弟。アマレス兄弟。あれ見た人、アマレス兄弟気になる人も多いと思う。うん、兄も、あの、二人とも。太郎も。太郎も、うん、アマレス太郎も。兄も。兄も、うん、出てました。もう感情移入すると思います、アマレス兄弟に。アマレス兄弟。うん。面白かった。めちゃくちゃみんな言うよね、アマレス兄弟の話。すごいんだ。いや、素晴らしい。大抜擢じゃない？うんうん、マジで？これは。やばい、めちゃくちゃ売れんじゃん、じゃあ。プロレス兄弟になるじゃん。これは問題、漫才協会も、あの、ぜひ便乗させていただいた方がいい。プロレス兄弟になるじゃん、もう。そうですね。アマレス兄弟。アマレス兄弟。からね。からプロレスになっちゃ意味ないんだけどね、あれ。ネタがだいぶもう変わっちゃうから。うん。アマレス。だからね。他は？あ、まあ、芸人さんは芸人さんもいっぱい出てる。めっちゃ出てる。もう豪、キャスティングがめちゃくちゃ豪華すぎて。名俳優さんたちもいっぱい出てますから。すごいです、うんうん、はあ、もうす。自分は信長がすごく。加瀬亮さん。はい。めちゃくちゃかっこいい。あ、そう、はい。ドキドキしましたね。ちょっとやっぱりこれからだな。行かないとな。ね、そうですね。話題作になるんです。はい。ありがとうございます。はい。さあ、この時間はこちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。さあ、このコーナーは有名無名問わずいろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介し、うん、この番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです、はい、今週も芸人さんのネタを見ていこうと思います。スタジオの我々は動画で、リスナーの皆さんは耳でお楽しみください。後ほど番組ツイッターに動画をアップするのでぜひご覧ください、はい、そしてこのコーナー、芸人さんの思い出の劇場も伺い、劇場にまつわるお話もお届けしていきます、うん、さあ、それでは早速ネタを紹介していきましょう。こちらの方です、どうぞ。ナイツさん、はじめまして。人力車の演技派漫才師、スクースクータイム。どうもスクースクータイムです。お願いします。いや、僕ね、将来彼女できたらね、うん、心霊スポットデートしてみたいんですよね、はいはい、あ、心霊スポットデートね。そうそうそう。あ、じゃあ今日はね、うん、気分だけでも味わってくださいよ。本当に、うん、僕あの彼女やりますんで、うん、廃病院の前で待っててください。どんな感じがやってくれるのね。はいはいはい、うん、井口くん、お待たせー。てか、現地集合？え？よく考えたら。え、こういうとこ普通二人で車で来るよね。いや、でもさ、二人とも車運転できないじゃん。まあまあ、そうだけど。井口くん、ペーパーだし、うん、俺も免許持ってないしさ。一人称俺女？ミキちゃん俺っ子？はっきり言って俺っ子と付き合いたくないんだけど。あ、そうだろ？うん。でも、廃病院の中行こうよ。まあまあ、入ろうか。はいはいはい。うん。うわー、怖いねー。怖いねー。うわー、え？なんかカルテみたいなの落ちてる。カルテ？うん、何これ。
PCR 検査の結果だって。潰れたて廃病院ほいやほやの廃病院怖くねえわ。もういいよ。どうも、ありがとうございました。ね、お漫才です、すくうすくうタイム、いや、いいですね、はい、ちゃんとしたね、人力車ですね、すくうすくうタイムね、憧れの芸人は爆笑問題と、で思い出の劇場が目黒区民センター2階中小企業センター第2会議室、これ毎月第2日曜日に開催、催されている目黒川お笑いライブというライブで使っている会場です、目黒川沿いにあり、夏はプールで遊ぶ子供たちの声、秋は紅葉、毎月季節の変化を楽しみながら会場に向かっています、いいね、春になり満開の桜を見るのが今から楽しみです。素敵。これあれ目黒区民センターってね、あのよく行ってましたよね、あうんのネタ見せやってたよね、うん、そうですよね、あの歩道橋の近くじゃないですか、うん、ね、そう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 ですよね、歩道橋の近く、そうそうそう、あの川沿いでね、本当あの桜綺麗だもんね、綺麗ですよね、うん、そこでライブもやってるんだ、うーん、あネタ見せしてたあそこかな、ね、結構広いスペースあったよね、そうですね、うん、あそこで、でも2階とかなってるから1階2階とかいろいろあるんじゃないですかね、あん中にいろいろあるセンターの中に椅子とかね、こう置いて自分たちやってる人いるからね、うん、結構このなんか、井ノ口くんっていうツッコミの彼の趣味が NASA のグッズ収集もちょっと気になるね、本当だ、なんだろう、 NASA のグッズって何、宇宙の宇宙食思ったね、思ったね宇宙食売ってるとこあるよね。ありますね。うん、でもグッズって言わないか、宇宙食って、やっぱなんかあの着てたあの服、宇宙服、宇宙服とかのをもらったりとか、そういうすごくない、宇宙服ってすごいよね、すごいですよね、かもしんない、え、うん、でも加藤くんの七輪を組むスピードが速いっていうのも、なかなか七輪をどう七輪を組むってまずあんまり言わないし、組むスピード、うん、組むって何っていう、組み立てが速い、だそういうバイトしてたのかな、焼肉屋さんとかでバイトしたんだけど、あそういうことか、うん、ね、うん、いやすごいな、細かいね、そうだね、スクースクータイム、スクースクータイム、うん、はい、漫才協会とかね、入ってもらってもいい感じのね、たたずまいでしたけどね、スクータイムでした。さあ、ということで、今週は以上になります。皆さんも好みの劇場が見つかるといいですね。ニュースター発掘しましょうでした。忙しくて時間がないあなたでも、過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと、30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのように、あなたが受け取れる可能性があるか、すぐに確認できます。まずは、0120-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょ、と思いの方。実は、簡単にわかる方法があるんです。それが、車高し。車高しは、中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車高しで検索。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで、現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか？はい、
また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なので、ご家族の確認はとても大事です。では、まずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いてハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。はい、こんにちは。お願いします。今週月曜日から横浜都心臨海部を舞台にイルミネーションの夜の夜がスタートして、夜は光の横浜が眩しいくらいに輝いています。新港中央広場でのプロジェクションマッピング、音楽と光が連動して高層ビルや歴史的建造物など街全体が一斉に輝く光のショー、冬の横浜港を囲むようなデジタルアートの世界です。夜の夜は入場無料で、来年の1月4日までの開催です。さらに12月1日からは山下公園のイルミネーションイベント、イルミーヌ横浜も始まります。山下公園通りはワイングラスのようなイルミのプロムナード、お祭り広場、花壇エリア、噴水広場や芝生広場ではそれぞれの雰囲気に合った光の演出が展開されます。光るカウチに座りながらゆっくりできるラウンジもあるようです。いつもの山下公園全体がライトアートの作品となります。期間は12月31日まで、こちらも入場無料です。これから12月、そして年明けまで横浜の夜をたっぷり楽しんでください。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、今日のテーマは私のヒロインなんですけど、はい、田中さんにとってのヒロインっていうのは？ヒロイン、今現在はやっぱりブギウギのシュリーちゃん、ね、あ、シュリーちゃんいいですよね。もう元気もらいますよね。元気もらう。特にあのね、うん、ステージで歌って踊ってる姿、ね、今ただ四角い、ね、枠の中でしか歌えないけど、カカシになってますけど、あと柳葉敏郎さんがどうしようもないなと思って、俺もう切れましたよ本当に。東京に来たら本当ですよ。本当に見てるんだ。ありがとうございます。田中さんでした。ありがとうございます。店舗専門の不動産屋さんといえば、店舗の言い忘れでしょ。本物はこっち。店舗の言い忘れで検索。貸店舗や貸事務所でお悩みのあなた、私たちにご相談ください。事業用不動産専門の店舗の言い忘れで検索。時刻は1時49分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。今日午前10時20分ごろ、東京港区虎ノ門2丁目にある日本原子力防護システムが入るビルで、男が火をつけたと通報があり、刃物を所持していた男が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。怪我人は確認されていません。捜査関係者によりますと、会社がある15階のフロアに焦げた跡があり、関係者が火を消したとみられます。現場に撒かれたのは灯油だったとみられます。男は自称20代の日本人で、ナタのような刃物やナイフを持っていました。また自称日本原子力防護システムの元従業員だとしていて、火をつけたのは間違いないと話しているということです。次は国会です。参議院予算委員会は今日午後、今年度補正予算案を与党と日本維新の会、それに国民民主党の賛成多数で可決しました。
賛成の方の起立を願います。多数と認めます。よって令和5年度補正予算2案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。補正予算案は午後の参議院本会議で可決され成立する見通しです。一方、参議院予算委員会の締めくくり質疑で自見万博大臣は再来年の大阪・関西万博の整備費が上振れしている問題に関し、できるだけ早急に全体像を示せるよう作業を加速したいと説明しました。会場建設費など万博の準備等に直接資する費用のほか、地域全体が裨益するインフラ等についても万博関係の切り分けが可能なものか、調整中でございますが、いずれにせよできるだけ早急にお示しできるよう作業を加速してまいりたいと考えてございます。はい、おしまいに、岩手県産の小麦の一つ南部小麦から嘔吐などを引き起こす恐れのあるカビ毒が検出されたことが分かりました。JA 全農岩手が明らかにしたもので、健康被害は確認されていませんが、南部小麦を使った製品を販売する菓子店などは自主回収や廃棄といった対応に追われています。 JA によりますと、今月9日、東京都内の製粉会社から自主検査でカビ毒が確認されたと連絡を受け、改めて調べたところ、県内や県外の製粉会社3社に出荷した南部小麦から基準値を超えるカビ毒が検出されました。いずれも去年2022年産の南部小麦で、去年9月から今年11月20日までに711トンを販売したということです。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。人情喜劇から歌謡ステージまで盛りだくさん、梅沢富美男劇団特別公演、梅沢富美男&研ナオコ、あっと驚く夢芝居。来年2月20日 LINE キューブ渋谷。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。ラジオネームストールさんです、うん、クリームシューさんの上田さんの例えツッコミ好きなのは、はい、内容が全くない勝負を見た時に言う、うん、キングコングバンディと猪木のボディスラムマッチみたいになっけ、長いね、そのボディスラムマッチを見たことないけど笑えます、ね、アリとかじゃないんだ、うん、モハメダリとかで言わないんだもん、うん、キングコングバンディと猪木のボディスラムマッチみたいになっけ面白いね、面白いね、例え知らないよこの例え、面白いよね、そうだね、例えツッコミ、はい、もう一つ、はい、もう一つあります、ラジオネームチュマさん、うん、なんで上田さんのモノマネをするときに、うん、すぐに例えツッコミが出てこないんですか、うん、しつこいよお前は、エイリアン2かこれですよ。いやいや出てこないよそんなの、いつ言ったんだ、何に対して言ったんそれ、そう、例えツッコミ、なんで出てこないんだよって言った時に、モノマネ、モノマネ、うん、すごいよ、ちょっと待って、しつこいよお前は、エイリアン2か、いや富澤さん、あの富澤さん大自然のあれみたいなロジャー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 いけるよ、いやしんちゃん、おおロジャーロジャーいけるロジャーいける、いやしんちゃんロジャー、ロジャーいける、無理しなくていいんだよ、あロジャーいける、マジでロジャーですよ、ロジャーはいける ね、すごい、でもしんちゃんです、えしんちゃんです、しんちゃんしんちゃん顔が似てます、あのラジオで伝わってないけどね、似てます、こういう顔するよね、あしんちゃんだ、どうしたしんちゃん、大自然がここにここに来て、ま、コンビで大自然いける、ね、大自然いける、大自然いけます、デパートで増やしてんの今本当に、そうだね、まあ、あった方がいいからね、いいごめんなさい上田さんはできない、できないね、はい、できません、はい、大自然できます、大自然でも大自然でいきましょう、行きましょう、うん、その顔めっちゃ似てました似てました、はい、しんちゃんそういやいや顔っていうか、まあ、その表情でしょ、大自然のしんちゃんの顔って何特徴、特
どこの場面なのわかんないけどフレーズがよくわかんないから、うん、はい、中谷志乃さん、うん、土屋さん、うん、中尾明さんいけそうな気がしますよ。脳書きはいいんだよとかそういうやつかな、うん、中尾さん脳書きはいいんだよ。めちゃくちゃいけんじゃん、うん、やっぱ低い声がいけんね。めちゃくちゃいけるよね、うん、脳書きはいいんだ。しのです。しんちゃん。しのです。しんちゃん。しの。奥様顔似てますね。しのやってた。しのそう似てます似てます、ね、似てないからね。中尾明さんもいけると。ありがとうございます。レパートリー増えましたね。増えましたね。すごい。これはもうちょっとさ、独演会のちょっと前に気づけばよかったね。そうだね。うん、でも独演会の前にラジオでやっちゃうとなっていうのありますけどね。ありますね、はい、そうだね。来年までね、温存していただいて、うん、モノマネがやっぱり異常にウケるっていうのがあったんで。あとやっぱ普段やってないから忘れちゃうんだよね。富澤さんも結構前に何かでやったんだよ、うんうん、で似てるって言われてたんだけど、うん、それを忘れてたからね、普段やってないから。そうなんだよね、まあ、レパートリーってこうちゃんと刻まなきゃダメだ、順の中に。でもこの頃で今似てるとかって言われるじゃん、うん、で木曜日のビバリーの時に清水さんとかの前でやるとさ、うん、全然似てないんだけど、やっぱりプロの前だと。そう、全然やっぱり違う。それを固定でなんか言われちゃって、うん、あれちょっとみんな似てるって言ってるんだけど。タカさんとかね。タカさんとか、それタカさんなんかひどいねそれみたいに言われちゃって、あれこれうまいって言われると思ってやったのみたいなあるから。難しいんだよやっぱり。もあの人も天才だから。そう、天才っす。やっぱ絶対音感もあるし。できるんですかモノマネ、安藤なっちゃんのモノマネみたいな。いや、まあ、顔じゃなくて、顔じゃなくて。誰でしょ、誰でしょ。花山薫しかできないな。いや、なんだ。殴られてる時の花山薫。わかんないから。わかんないかな。わかんない。声真似、声のトーンって誰似てます自分。声ね、誰だろうね、うん、誰ならできそうですか。これなっちゃんのね、太いもんね。太いです。のぶといです。のぶといよね。のぶとい、うんうん、アイちゃんできんじゃん。アイちゃん、あの米田2000のアイちゃん、まあ、タイプが同じだからね、うん、どうも米田2000です。餅つき。あ、え、じゃあやればいいんだ。ペッタンペッタンコー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 。花さんが似てるね。似てる。まことちゃんが似てるね。似てる。こっちはね、わかんない。ペッタンコーペッタンコーペッタンコーの声のイメージがないのかもしれない。あの M1 で、あのあれこの前問題出してたよね、中身で。サンキューで終わる。ああ、ハリガネロックと米田2000だけが選挙で終わったっ。あ、そうですね。天気わかんなかったな。まだまだメールお待ちしております。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999-157-999。出張買取はカメラの北村。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ。ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか、無料でご確認を。お電話は、0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。Follow
びたおもれの誇りを春を戻らない幸せがあることを幸せがあることを